さあバトラーズの戦いをベースにしている4人のタッグマッチです。20分一本勝負。柴田さん、はい、石川祐希社長ですね、はい、石川と初めてタッグを組むサワー、はい、そしてビッグマウスラウドに正式所属になった薄田原、はい、このマッチアップ楽しみですね。見どころはたくさんありそうです、はい、やっぱり正式にビッグマウスに所属したことになりした薄田選手と原選手ね、やっぱり気持ちの上でも違ってくるでしょうからね。はい、そうでしょうね。その2人がまず先発になりました。赤と白のロングスパッツが原学、そして黒いショートタイツ沢です。手四つから、あ、ミドルキック鋭い、そして翔太の打ち合い、詰めていくのが沢、腰のあたりをタックルで潰していったのが原学、馬乗りの対戦になっています。ここまでの攻防というのも本当に流れるように2人は見せてくれますね、はい、あ、足を離す前とした沢ですが離れた原、はい、ベテランの石川、そして薄田に若い原、沢、それぞれどんな戦いを仕掛けるのかというのも焦点になってきます。タッチがなされて石川と原学、はい、まあ石川としましたらですね、いや原よ、どこまで成長しているのかと見せてくれというような思いもあるかもしれませんね、はい、バトラーズそのもののファイトスタイルですよね、今はね、そうですね、この辺はね、はい、うん、アリキックの体勢になっていきます。目線を外さずに、さあここからバックに回る原の方がバックに回っていきました。いや、 やっぱりですね、意気込みを聞きますと、ビッグマウスラウドを守る役目を、はい、俺は担っていきたいんだというふうに原がコメントがあったんですけれども、まあ、当然門番に期待されてるでしょうね、門番としての役割をね、そうですね、腕ひしぎ逆十字固め、この体勢、うん、三角締めに移行していきます。あ、しかしまだ石川の表情に余裕がありますね、これは。あ、ようやく体勢を崩していくことに成功しています原、どうだ、上を取っていきました。風天プロモーションのバチバチの戦いにも出場しています原学、やっぱりこの4人になるとですね、痛みが伝わる、こういった戦いも4者ともに望むところなんでしょうね、はい、これは4人が目指しているですね、スタイルそのものだと思いますね。カットに入りました薄田、先ほどは空中殺法の多い戦いをお送りしましたけれども、こうしてまたスタイルの違う戦いが見ることができると、現在のビッグマウスラウドのリング上になっています。さあ薄田と石川のマッチアップ、薄田も正式所属、薄田の方は外敵はまず自分が潰していくと宣言しています。頼もしい存在ですね、はい、腕を刺して後方投げていくかどうか石川、うん、腕を取ります、伸びきった腕、右の拳で腹部へ三発拳を突き立てた後に馬乗りの体勢です。あ、首筋のあたりボコンボコンという音が聞こえてきます。石川もバトラーズの再生以降ですね、このリングほぼレギュラー参戦なんですけれども、はい、だいぶどうですこう精神的にもモチベーション保っているように見えるんですよ、ね、そうですね、今のパンチなんかでも人間の体の何箇所かが急所があると言いますけれども、はい、そのあたりをピンポイントで狙っていたような気がしますね。そうですね、はい、4人の中では各場面でリーダーシップを握る機会の多いのが石川、そしてそれに次ぐ存在である薄田、さあ沢、サッカーボールキック連発を返していきました、気持ちの強さが見て取れます。しかしそれは足を奪って逆肩エビ固め、いけるかいけるか薄田、沢選手がねこの野郎って行きましたけど、そこをすぐ潰しましたね、逆にですね、はい、薄田選手ね、でも本当に沢という選手もこの気持ちの良さある選手ですね、はい、まあ、だからこそ薄田君がね
すぐに潰しに行きましたよね。はい、あこれはサンドイッチの状態でミドル、左膝、顎が上がりました。原学ぶ、水落ちのあたりか、膝を突き上げて背中に蹴り、おお今度は向き直って左の胸部のあたりに、あ踏みつけ式のフォールになっています。カウント2。いやもう一つ一つの攻撃、もう痛みももちろんなんですけれども、はい、何かこう屈辱感すら植え付けていこうかという攻撃なんですね。ショーダ、ショーダ、そしてローキック、沢が詰める、いやそうはさせまい、お互いがバチバチと、うん、打撃、うんうんとうなずいています。あ顔面へのパンチ、肘、沢の方が放っていきます。背中への回転の速い蹴り、マシンガンのように放って場外へ。この2人がやっぱりこうして主導権を握っていかなければいけませんね、はい、そうですね、もう止まらないですもんね、この2人の戦いはね、本当にそうですね、厳しい戦いになっています。ロープを使って、うん、これはエルボーか、エルボーだったですね、はい、しましたね、何を打ち込んでいくのかなと思ったらエルボーでした。さあエルボー、うん、こちらも突き上げていく形、石川祐希、スリーパーホールドです。太い腕が顎の周り、あー薄だー、カットに入っています。ちょっと危なかったですもんね。そうですね、はい、締め落とす能力ももちろん持ち合わせています石川祐希。ナックルとレフェリーが声をかけました、注意をしていますが、顔面がダメならば腹部へと、そしてフロントのチョーク、締め上げていくが持ち上げた、さあどうだ、前方か後方か、後方へ水車落としの要領になりました。原学ぶ、そして腕ひしぎ逆十字固め、ギリギリと絞り上げる、今度は沢がカットに入ってきた。いや4人の動きがですね、こうなんて言うんでしょう、スイングしてくるというか、はい、そんな風にも見えますね。決定的な場合もね、直々的に出てきますからね、はい、当然カット入らないとね、はい、あー顔面への蹴り、危ない角度で入りました。いや本当に容赦ないというところですね。ダウンカウント数えられています。ミスだ、得意の膝、ロープから飛び込んでニールキックへ、回転を加えてから、さあこれはホールの体勢になっています、うん、返している石川、そして腕、原も薄田も腕殺し、うん、いったんですが半ば強引に石川が抜いていきました。そしてこれはリバースのインディアンデスロックの体勢になっています。これは得意のパターンですね、はい、後方に、うん、反り返っていきます。薄田が耐える、最近あまり見ませんからね、あのインディアンデスロックもね、いませんね、はい、何か懐かしいですね、はい、その技を受け継いだ石川、沢にタッチ、いや沢と言いますとですね、あの別キャラクターでも試合を行っているわけなんですけれども、はい、やっぱりこのスタイルがしっくりくるようですね。そうですね、やっぱり彼本来の姿でしょうね、はい、そうしたコメントも発してはいるんですが、うん、グラウンド首回りか肩のあたりか同時に決めているのか、薄田、ああだいぶ苦しくなってきたかどうか、沢宗則後方に回ります。次から次へ、ああ今度は逆に柴田さん足ですか、薄田の、はい、沢の方が足首決めにかかっています。まあ一瞬にして攻守入れ替わりますよね。そうなんですね、はい、ミドルキック、右ミドル、おーしかし手を伸ばしていったところ逆にハイキック、
原もエプロンから蹴り。負けず嫌いでしょうね、澤選手は。そうなんですね。うん、ここから原に踏みつけに入っています。うん、カウント5直前で外した。ああ、これは澤怒りました、怒りました。目の色が明らかに変わった。食らっている原の方も、いや何をするかとばかりに長打パンチ気づい。あ、鼻血が見られますか原。うん、さらに行く、さらに行く、押し込んで今度はロープに飛んで、あ、膝になりました。今どうです、シャイニングウィザードという、はい、膝を放っていきました。もう気持ちが前に出てますね。気持ちいい、そうですね。闘志が前面に現れる2人。こちらも左の膝返していきます。右のミドル、ドテッパラ。さあ、テイク飛行、速度のついたブレインバスターから腕殺し、嬉しい逆十字固め、これに執着します。原学ぶ、うーん、今ロックを解くことができるか。なんとか両方の手のひら、澤がロックしています。これを外せば技の完成ということになりますが、うん、回転しながらロープブレイクとなりました。この2人の攻防は若者のいい点が出てますよね、はい、若者らしい素晴らしい攻防になってますよね。やっぱり技オンリーでなく、はい、その気持ちですか。はいはいはい、もう技よりも気持ちが出てますからね、はい、気持ちいいですよね、見ててね、いやこうして見ていましてですね、気づいたんですが、はい、よく格闘色が強いとビッグマスラウド言われますけれども、これこの4人の戦い今後一つの軸になってくる可能性ありますね、はいはいはい、これはベースになるような気もしますね、はい、わー、飛びついてその後原が再び腕へ、カットに入っています。もう一度蹴りを見舞って、うん、コーナーに下がりました石川。一発一発終わりの間際なのにもさらに一発入れてくるんですね、はいはいはい、ただで引っ込みませんよね。そうですね。うん、掴んでドラゴンスクリュー、これは早かった。さらに左のロー連打から右ミドル、肩口からハイキック側頭部ダウンとなりました。そしてこうしてダウンカウントが数えられるプロレスというのも、はい、そう数多くはないですからね、はい、昨今、はい、薄田へのダウンカウント、あ、ファイティングポーズを取りましたが目がうつろになっています。薄田そこに頭部へ連続、あ、これはよく見ていた脇固め、どうだどうだ、うん、足がロープに届いています。今の動きなどはですね、本当に藤原義明選手が見せるような、はい、あの速度があったと思うんですがね。3発目ですからね、狙ってましたね、宇佐選手ね。そうですか、はい、お、回転しての逆の位置から下から三角締め、これも流れるように仕掛けていきました。やっぱりカットに出てきます。どうしても1対1リング上でこれ決めきるというのは難しいことになりそうですね、はい、技を仕掛けるタイミングが早ければカットするタイミングも、相手をよく見ています。そしてドラゴンスクリュー再び観客席にアピールしてから飛び込んでシャイニングウィザード、いやーこれをキャッチした、どうだアキレス腱固めか、アキレス腱に行っているようですね、どうやら、はい、そうですね、上半身を反り返るようにして薄田渾身の力を込めて締め上げましたが、ロープブレイクになっています。いや、そこで腕を掴みに来るとは思わなかったですよね。そうですね、いや本当に仕掛ける方も仕掛ける方ですが、切り返しのバリエーションも豊富です。今度はスープレックスの体勢、逆に投げを見舞っていきました。あ、蹴りを入れてからタッチ、トモが何か一発やってから変わりますね、澤選手ね。そうなんですよね、はい、うん、一旦溜めを作ってからのジャーマンスープレックス、そしてフェイスロックになっています。うん、ギブアップとレフェリーが
引いていきましたが、これはロープブレイク成り立っています。さあどうだ、あーこれはサーフボードスタイルの変形のような形。昔あれに似た形で猪木がジャイアント勝ちましたよね。ありましたね、ハンバーグね、はい、そしてアームブリーカーへ再び15分経過のコールの中、腕がダメならば足へ、アンクルホールドになったか、蹴って外していきます。ウスダエルボーの打ち合い、何度も何度も展開されてきたこの2人の戦い、飛び膝、ウスダも切れてますね、はい、あそしてこれはビクトル式に膝十字入っていきましたが、2回戦ロープが近いか。さまざまな技のパターンを見せてくれますね。そうですね、はい、これはやっぱり若手選手が見ていても参考になる部分数々あるでしょうね、はい、バックドロップ岩石落としを決めてから、この位置からはどうだ、スリーパーホールドになっていますね。あ入りました、腹がカットに入る、さあもうリングイン、そこにハイキック、4人が入り乱れた局面になりました。飛び込んで行ったところ、カウンターのハイキックです。お互いによく動き見てますね。そうなんですね、はい、自分が技を仕掛ける、そして仕掛けられる、その後のこともしっかりとプランがあるようです。ヘッドバット、うわーものすごい音、今は今ゴツンという音、ショーダをかわしてジャーマンスープレックス、投げっぱなしできましたね。そうですね、はい、投げっぱなしになりました。回転して蹴り右、はい、首ごと刈り取っていくような蹴りになりました。これもダウンカウントが数えられます。石川なんとか立ち上がることができた、もう一発、さらにいく、掴んだ掴んだ、あースタンドのアキレス腱かアンクルか、いやちょっと不十分な形になりましたが、あ膝を折りたたんでのジャーマン。20分一本勝負、あっという間に残り時間が少なくなってきましたが、ここでまんじがため、まんじがため、さすがにこれはカットしなければなりません。ウスダ、ウスダに連続蹴り、もう一発払え、ちょっと石川の時間になってきましたね、はい、さあ飛び込んでいく、さあがシャイニングウィザード、グラウンドのまんじがため、リング中央決まった、リング中央、これは逃れることができませんでした。バチバチのバトラーズ流ファイトなら負けるわけにはいきません。石川祐希、原学を決めています。